どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、永久不滅ポイントから JAL マイルへの交換 20% 増量キャンペーンっていうのをね開始されましたので、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。本来ね、永久不滅ポイントっていうのは200ポイントごとに500マイルにね交換できるわけなんですけども、これがですね漏れなく100マイルね増量されるということで 20% 増量キャンペーンっていう風になっております。またですね、永久不滅ポイントはですね、ポイントサイトからポイントね交換することができますので、この機会にですね JAL マイルを貯めている方はポイントサイトから永久不滅ポイントにね交換していただいて、 JAL マイルね交換していただければですね 60% でねポイント交換することができますので、ぜひね参考にしていただけたらなっていう風に思います。まず今回のキャンペーンの概要なんですけども、期間は2020年の9月15日から11月の15日までエントリー必須というふうになっておりまして、こちらねちょっと後で解説させていただきます。キャンペーンの特典ですね、永久不滅ポイント一口200ポイントがJAL マイルね500マイルに交換できるわけなんですけども、プラスボーナスマイルで100マイルつくというふうになっておりますので、一口200マイルが600マイルにね交換できるっていったキャンペーンになっております。こちら交換上限はなくてですね、対象カードの方がありっていう風になっておりますので、こちらね後で解説させていただきます。交換必要日数に関しては2週間から4週間という風になっておりまして、ボーナス付与については2021年の1月末ということですので、こちらもね覚えておくようにしてください。今回のねキャンペーンはエントリー必須ということで、ウェブサイトもしくはですねセゾンポータルのスマートフォンアプリケーションの中でもですねエントリーすることができますので、こちらはですね忘れずにですねエントリーするようにしてください。で、交換に必要日数に関しては2週間から4週間という風になっているんですけども、こちらね通常分という形になっておりまして、今回ね 20% 増量される部分に関しては2021年のね1月末にね付与という風になっておりますので、こちらねかなり先にね付与されるという風になりますので、気長にね待っていただけたらなという風に思います。次にですね、対象外のねクレジットカードっていう風のがありまして、こちらねちょっと一覧になってるんですけども、 ANA のね提携カードであったり、もしくはねみずほ銀行のね提携カードっていうのはこちらね対象外という風になりますので、こちらね覚えておくようにしてください。またですね、今回のキャンペーンですね、交換上限がねないということですので、ポイントサイトにですねある程度ポイント保有されている方はですね、こちらねキャンペーンね利用して一気にね交換することも可能という風になっておりますので、かなりねおすすめっていう風になっております。それではですね、今回のキャンペーンはですねポイント上限がないということで、ポイントサイトのね交換ルートね確認しておきたいなという風に思うんですけども、まずねポイントサイト EC ナビから永久不滅ポイントまでのね場合ですね、 EC ナビから PIX、T ポイント、JR キューポ、永久不滅ポイントっていうねルートになります。 EC ナビからですね PIX、T ポイントまでというのはですね即時交換っていう風になっておりますので、ここはね必要ね日数がかからないわけなんですけども、そこからですね JR キューポに交換するのに 2,3 日、JR キューポから永久不滅ポイントにね交換するのに1日から2日程度ねかかるっていう風になっておりますので、まあこちらはですね全体的に EC ナビからですね永久不滅ポイントまでっていうのはですね、だいたい約1週間ぐらいでねポイント交換できるっていった感じになるんですよね。まあ1週間程度でね交換できるっていうのはねかなり楽なのでいいのではないのかなっていう風に思います。またですね、必要なクレジットカードがね1枚だけあります。 JR キューポから永久不滅ポイントにですね交換する場合なんですけども、 JQ カードセゾンクレジットカードっていうのはね必須っていう風になっております。 JQ カードセゾンね保有してない方はですね、今回このルート自体はですね利用できないっていう風になってしまいますので、もしね保有されてないのであればですね、こちらの JQ カードセゾンクレジットカードですね、初年度年会費無料ですし、またね翌年も年1回ね利用すればですね無料で維持することができるっていう感じになっておりますので、かなりねおすすめのクレジットカードっていう風になってるんですよね。 JR キューポはですね永久不滅ポイントっていうルートはですね開通しておくとかなりねおすすめです。というのも、まあ、今回ね紹介しているルート以外にもですね ANA マイルね 70% で交換できる JQ みずほルートっていうのもですねこちらで利用することができますし、またねプリンスホテルってありますよね、プリンスホテルのポイントにですねポ
ポイントサイトからね交換する場合であっても、こちらね JQ カードセゾンっていうのがね必要っていう風になっておりますんで、このクレジットカードですね基本的に保有していてね損はないのかなっていう風に思います。またですねこちらの JQ カードセゾンっていうのはアメリカンエクスプレスのね国際ブランドを選んでも年会費等とね変わらないっていう風になっておりますんで、アメリカンエクスプレスね選択していただくとアメリカンエクスプレスコネクトっていうね独自キャンペーンがね行われておりまして、そちらもねまとめ動画ね作らせていただいておりますけども、そういうキャンペーンもですねアメリカンエクスプレスのね国際ブランドであれば参加することができますんで、もしね国際ブランドに差し支えがないのであればアメックスブランドですね個人的にはおすすめかなっていうふうになっております。次にドットマネーに交換するポイントサイトですね、ハピタス、ポイントインカム、チョビリッチ、ライフメディアなどのポイントサイトの場合ですね、ドットマネーのね交換っていうのはですねポイントサイトによってそれぞれね必要日数っていうのが変わってきてるわけで、ハピタスの場合ですね交換申請の翌日から3営業日以内っていうふうになっておりまして、ライフメディアの場合は翌営業日、チョビリッチの場合は即時交換、ポイントインカムの場合は翌営業日というふうになっておりますので、ポイントサイトによって必要日数はですね変わるわけなんですけども、すごいね1週間とかかかるわけではないので、ここはねそこまで気にしなくてもいいかなっていうふうに思います。ドットマネーにね交換したらですね、その後は T ポイントを経由して EC ナビとですね同じルートっていうふうになります。ドットマネーからですね T ポイントまでは4営業日というふうになっておりまして、そこから JR キューポにですね交換するのに2-3日、JR キューポから永久不滅ポイントに交換するのに1日から2日ね必要っていうふうになっております。こちらもですね先ほどと同様に同じルートというふうになりますんで、 JQ カードセゾンがですね必要っていうふうになっております。一番時間がかかるポイントサイトハピタスだったとしてもですね、永久不滅ポイントまで2週間ぐらいでねポイント交換ね完了することができるっていった感じになります。いかがだったでしょうか。今回は永久不滅ポイントから JAL マイレの交換 20% 増量キャンペーンをね解説させていただいたわけなんですけども、こちらのキャンペーンのねおすすめポイントっていうのは、ポイント交換自体にですね何かね条件があったりですね、ポイント交換についてもポイント交換上限みたいなのがねありませんので、かなりねおすすめっていう風になっております。ある程度ねポイントサイトにポイント貯められている方はですね 60% ですね JAL マイルにね交換してみていただけたらなっていう風に思います。ちなみにこのキャンペーンはですね1年にね1回ぐらいしかないねキャンペーンっていう風になっておりますんで、この機会にね逃さないようにねしていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。